走る別荘車中泊の旅、今回は大観望。大観望です。本当にババちゃんが春の信州を満喫。旬の食材をゲットし、好きなところで美味しく料理。山菜いいですね、やっぱり、うん、寝ましょう。そして眠くなったら車でお泊まり。おー、広いね。やっぱ